おはようございます。ティラッカ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、というわけでね、前回の収録で私チューパーを使いました。困った時にはあのパーティーを使おうと思います。よろしくありませんので、できる限りねモンスターマスターで頑張りたいと思います。じゃあ今回もやっていきましょうか。レディゴー。来ましたよ、いよいよね、決戦の舞台へということで、王者決定戦のね場所に行くことになります。いや、もう今まで全部いろんな戦いを繰り広げてきましたけど、いよいよね決戦の舞台ということで、なんか竜神駅にバトルが移るということでね、行くか。あ、この人って確かあれだ、町のとこにね居候してたニートだ。つまりはコスプレしたニート。勇者カイト、おめでとう。大風車とや森さんの父を君を待っていたよと。バトルロードプレイヤーの頂点を決める王者決定戦、マジか。そんなとこまで行く、ついに大都会へ、大都会。なんかクリスタルキングみたいな。え、王者決定戦の会場ではお気に入りチームの編集やカードアルバムの整理ができない。まあ、いくつか作ってはあるけど編集できないのか。まあなんか終わりそうやけど、まあ行くか。いよいよそういうとこまで来たんかな。なんかアニメーションとか欲しいな。おお、いいね。ちょっと待って、これあれじゃない、これこれナインのあれじゃないですか。え、なになに、かっこいい。ナインの天の箱舟、いいね。久しぶりにそういうアニメーション見た。おお、ナインの天の箱舟で、そんな、いいね。バックダンサーがいそうだな。いやすごいな、アニメーションがあった、ちょっと感動。最近アニメーションって全然見てないからね、このゲーム。おお、テンション上がるね。王者決定戦、レディース&ジェントルメン、全国のバトルオーファンの皆様、そしてプレイヤーの皆様、ついにこの時やってまいりました。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー王者決定戦、数々の名勝負を生み出してきたこの王者決定戦もいよいよ決勝戦を迎えようとしています。マジ？そんなところに。しかしなんと、今回の王者決定戦決勝に進んだ2人は同じ町の代表と王者なのです。極限のレベルに達した2人の選手、親友でありライバルでもあるってことは、リュウタだよね。選手のご招待をいたしましょう。皆様、まずは皆さんよくご存知の王者であり、バトルの申し子、リュウタ選手、ガチパを使用しております。愛するはガチパでございます。この日が来た、この日が来るの楽しみにしたぜ。俺と互角に対してはお前しかいない。そうだね。俺しかいねえな。王者の称号は渡さないぜ。そしてもう一人の王者候補、彗星のように現れたスーパープレイヤー、ティラ選手。おー、どうも。あ、どうも。私は彗星です。王者の力を見せてやるぜ。え？一戦だけってこと？あ、一戦だけなんだね。さあ、王者のパーティーを見せてくれ。どんなガチパですか？もう言葉も出ないっす。ちょっと待って、言葉も出ないです。ちょっと待ってくれ。言葉も出ねえな。ああ、やってんな。これやってるわ。これはやってますわ。これやってますわ。嫌なパーティーだな、おい。もう言葉も出ない。何のパーティーで行こうかな。これだ。行きましょう。コングヘッドアルミナージダッシュラン。僕はナイトリッチには頼りません。俺はデンタゾルスのナイトリッチに頼らねえ。相性によってヒットポイントがアップしたぞ。僕は中堅で勝ってやるよ。行きましょう。僕はガチ勢に対してガチのモンスターは封印します。これで勝ってやる。行くぞみんな。まずはこれで行きましょう。こっちも HP はね、一応2828なんでそこそこあると思うんですよ。ただ向こうの火力は高いと思う。向こうのモンスターはみんな火力高いんですよね。さあ、ダッシュランク行きましょう。もうダッシュ。
行くぜ。ワン、ツー、スイッチ、ゴー。オッケー。408、いいダメージです。さあ、向こうの勇者、勇者になってるなんてか、雷鳴拳、なんだ。うわ、強い。あ、強いね。そうか、勇者一式なんだ。さあ、アルミナちゃん、行きまーす。一千万ボルト、メタルゴに行った。よいしょ、オッケー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 、そんな。オッケー、オッケー、オッケー、それはいいか、それはでかい。行くぞ、判断力完璧。判断力も完璧だぞ。ね、みんながちゃんとね、その、それぞれ弱いやつに狙ってる。それは素晴らしい。今のところ一番いい狙い方します。いいよ、判断力いいよ、お前ら。マギマどこだろう。あ、いった、マジ。ホーミングフェア。メタドガン、うわ、ミスルミサイル発射。避けた、避けた、避けた、避けた。オッケー、その避けはでかい。マジででかい。その避けはマジででかいよ。この余計はでかい。お、HP 逆転してるね、今のところ。ただまあ全然わからない。うわ、スペシャルドッグ、もう使う、何使うの。うわー、キラーピアスか。2回行動か、2回行動してくるか。早くさんに素早くなる。さあ、アルミナちゃん行きましょう。1000万ポルト。うわ、ゴルゴルいった。メタルタバンって欲しかったな。おおおおおお、アルミナちゃん最高だよ、お前ら。ほら、いいよ、最高だね。僕たちが信じたパーティーは間違っていない。いくぞ、ダシラン。え、お前、それはあかん。おかん、最高だね。お前ら最高だね。いやー、テンション上がっちゃった。オッケー、それはでかい。さあ、龍太くん、どうしますか。この圧倒的、その圧倒的チューパー使って負けるってどうですか。その気分はどうですか。もう次で終わりですよ。次の技で終わりです、何があろうと。向こうの勇気が溜まってない限りはね。そう、それがあるな。向こうの勇気が、はい、キラーピアスあったから、もしかして溜まってる説あるから怖いな。溜まってなければスペシャルカードで終わりです。じゃあ行きましょう。よし、 OK、 これでギガデンで終わりです。王者やけ、ゆうたくんは君の範囲はね、ゴールデンゴーレムを入れたことだ。やったーやったぜ、最高だね。勝負あり僕たちの信じたパーティーは間違ってませんでした。正直ね、強いモンスターナイトリッチたちを頼ろうかと思いました。でも僕はあえて草原モリーズの力ですよ、これが。いやー、前世紀のパーティーは間違ってなかったんだ。うわー、いいねー。ついについに決着しました。王者決定戦優勝者は新王者ティラ選手。やったー、やったやった。ふう、負けちまったか。悔しいけど、相手がお前なら悔いはないぜ。おめでとう、ティラ。お前が新しい王者だぜ。やったー。これでね、もう全王者ね、もう全王者って言ってんじゃねえか、もう早くも。かつてね、このこう王者になる、ずいぶんなんかどっちかというと大差の勝利だったんですけどねお、急にマウント取るか。お、いやー、もうお互い方のその姿勢は素晴らしい。まあ、初めの目標でもあったからね、ユータを倒すっていうのは。倒してたけど途中倒してたんですけどね。豪華賞品を差し上げましょう。森セレクション。お、何これ、知らない。お、伝説の三神器、知らねえな。何これ、かっこいい。竜神の三秘宝、知らない。全然知らないんだけど、この装備。何これ、プラキンの冠、なんだこれはーい。え、何これ、ここまでのバトルをセーブしています。何急にそんな、何これ。え、あ、王子決定中、そうです、そうですけど、今のなんすか、今の、今のなんすか、今の
待って待って、今そこでセーブする必要ありますか？